月曜日の夜はボートレースウィークリー。はい、皆さんこんばんは。ボートレースアンバサダー植木です。よろしくお願いします。アシスタント平井香織です。どうぞよろしくお願いします。さあ、はい、今日もたくさんありがとうございます。そうですね、コメント来てますね。はい、来てくださいました。いつも一番乗りですかね。一番好きな赤坂さん、はい、そして山中さん、キングマカロンさん、しんちゃん、はい、高木さん、直樹さん、浩二さんもこんばんは。ミッチーさんもともさんもよろしくお願いします。はい、今日は山中さんが一緒にウィークリーをやってくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。もうちょっと覚えていただいたんですかね。そうですね。ありがとうございます。はい、はい、あ、なんかもう熊谷さんになんか質問とかも、そうなんですよ、ね、はい、たくさん受け付けておりますので、はい、うん、はい、ぜひぜひチャットの方に質問をね、はい、書き込んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、もうメニューにも出ているんですけれども、うん、今日のリモートゲストは熊谷直樹さんということで、はい、はい、うん、お、ちょっと待ってくださいねということです。いや、熊谷さんなんか、ね、はい、リハーサルの時にね、はい、出ようかな、やめようかななんてね、直接言ってたからね。準備が整ったようですね。なんかもうハラハラドキドキしてましたけどね。まあでも、あ、でも先輩こんばんは。ちょっとまだ音声は届いてきてないということで、じゃあ早速プロフィールご覧いただきましょう。はい、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、はい、もうずらっとプロフィール欄が凝縮されてますね。もう本当に何回も一緒に走りましたしね、はい、あんまりこう僕っていうか、あんまりこう多くを語るような雰囲気は熊谷さんはなくて、はい、レースで見せるみたいな、そういうような雰囲気があったんですけどね。じゃあ今日はいろいろ語っていただくという、はい、はい、頑張って聞いていきたいと思います。さあ、それでは呼びたいと思います。熊谷さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。なんか今日はちょっとシックですね。なんかそう先日YouTube ありがとうございました。サマー公式 YouTube でした。ありがとうございました。ありがとうございました。どうですか、まあ、ずっと引退してからこう空いて、まあ、出たわけなんですけど、ちょっとこう空間空きましたよね、出るまでって。引退してから、うん、だって別に何も呼ばれてないし。そんな逆に呼んでいいんですか。こっちから行くってわけにはいかないでしょ。まあ、だからそういう熊谷さんをなんかこう心動かしたものっていうのがあったって聞いたんですよね、この間。あ、そうですね、YouTube の時でも。はい、まあもう仕事を辞めた時にはもう、まあもうボートの仕事はいいな、うん、もうやり尽くしたなと思ったから、はいはい、まあ万が一呼ばれたら考えようかなとは思ったけど、うん、それほど全然考えてなかったんでね。そして、まあ、ゆっくり自分で家にいて、もうしばらく2ヶ月ぐらい経ってからかな、はい、多摩川から、はい、あの引退の盾みたいなのを送られてきて、うん、でそれがまあなんかこう簡単に作ったやつなのにちゃんと製造工程まで書いてあるような引退の盾が送られてきて、それでちょっと、ああ、これはちょっと玉川さんから何か頼まれたら絶対やんなきゃいけないなっていう、そう、なんかそういう作戦、わかんないけど。そういう作戦。でも、熊谷さんの心を動かすってそうそうないでしょ。うん、でたまたまね、玉川の場合は年末にこうなんかイベントっていうか、はい、セレモニーみたいなやりませんかって言われてたのよ。はい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 、でも俺ももう12月の13日に引退 の平和島で記者会見みたいにやらせていただいて、はいはい、でもそれももう出るの嫌なぐらい、もうなんかもうボートレースに行くのは嫌だったの。うん、うん、もう、はいはい、で玉からしてセレモニーやりませんかって言われたけど、もう全然行ける気持ちじゃなかったから断ったんだよね。はい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 、でそれで玉川さんももうなんか断るのぐらいな感じだったからもうなんかちょっとこっちがせっかくやってるっていうのにやんねえのかよみたいな感じだったからさ。なるほどなるほど。だからもうこれでもう玉川とはもう縁が切れたなと思ったんだけど、そう、そしたらなぜかそんなのが送られてきたから、あ、うん、ちょっとびっくりして、なるほど、ね、まあ頼まれたらやろうかと思ったんだけど、まあ、それからもずっと連絡なかったしさ、まあ、別にのんびり過ごしてたんだけど、うん、そしたらそれがいきなり送られてきて、ちょっと
まあやりますかみたいな、まあ、今回、そのあのね、植木のそうですねとの対談と解説の番組を、はいはいうん、あの連絡来たんでやることになって やった感想は あれだね、なんか植木ともこう現役の時はさほとんど喋ることがなかったけど、怖かったですもんね熊谷さん。いやいや別にお前と喋ることねえしそういう感じだって敵だからさやっぱりさあ、まあまあ確かに、うん、だからあんまりこうでプロペラのこと聞くのも失礼だしさ、ね、な乗り方に関しても聞くのも失礼だしさ、はい、だからそうなってくるとあんまり喋ることなくなっちゃうし、あと、はい、趣味も合わないしさ俺結構うそう車とか好きだから、だから車的な選手とは結構喋るの。でも植木が多分ねあまり車興味ないでしょ多分そうかもしれないですねな、乗れればいいやっていう感じでその人ってさ確かにあなたの趣味ないって ねおっしゃるから、ね、これがちょっと熊谷さんに寄せていきますから。そうそう、うん、車好きっての聞いたことなかったからさだからなおさら喋ることがなかったよね。なるほど、共通のなんか共通点がなかったから。ちょっとあの、うん、スキーとか好きなんですよね実は。本当にスケボーとかやってみたいなとは思っています。スケボー、あスケボーじゃない、スノーボーだった、ごめんなさい、急なスケボースケボーやってこいよ一人でぜひまたご指導してください。いや指導するほど上手くないけど、あのぜひ他の選手も結構来てるからやりましょう、はい、よろしくお願いします、はいはい、じゃあ今日はよろしくお願いします。それではですね、早速先週のゲスト横西かなえさんでした。ちょっと聞いてるよ智也から、はい、ちょっとあの熊谷さんへ熱いメッセージがありますのでまずそちらをご覧ください。熱いです。あんまり喋ったことないんだけど、現役時代は大変お世話になりました。してないわ全然。あまり喋ったことはないんですけど、すごい熊谷さんの独特なあんまり喋らないけどたまにニヤッとする感じがとても好きでした。で、つい最近トマイさんのところに電話もらった時もなんかすごい羨ましくていいなと思いながら横で見てました。また横にさん出会うの知らないもん。トマイさんと絡んでください、お願いします。じゃあ今日は頑張ってください。はい、はい、ありがとう。はい、ということでしたけどそう、あんまり現役の時はそんなに話してないんですか。会う機会がそうなかったでしょうかね。なんか、まあ、何回か一緒になってるけど、うん、はい、あんまり女子選手はそんなに喋んないしね特に。うん、うん、そうですよね。でも結構絞り出してコメントを結構まとえてましたね。そう、あのたまにクッてニヤちょっとこう半分笑う仕草ありますよね。本当、はい、全面で笑わずにちょっと、うん、口の半分だけ笑うみたいなのがありますよね。本当かよ。いや横西すごいな、観察力はと思いましたもん。そうそうと思いましたもん僕。そう、はい、ちょっと現役の時のもしあれ写真とかたまに見てみてください。半分笑ってる時ありますから。いやいや爆笑してるよ大体。あれ山崎選手とは、まあ、もう引退されましたけどたまに連絡取ったりとか、ね、いやいや前ちょくちょく連絡したんだけど、うん、はい、俺が辞めてからあいつ連絡よこさなってからさ、うん、失礼なやつだなと思って。なるほど、ちょうど辞めてからあいつ辞めたから俺から電話してやったんだよね。辞めたのなんつってすいませんとかつってそしたらたまたまなんか8月の末ぐらいになんか札幌の方でイベントやるかもしれないって言ってたから、うん、じゃあその時じゃあ電話してくれないよっつったら、うん、たらこの間本当何日か前に電話また来て、それがなんかなくなっちゃったらしいのね。延期になったのかしかどっちか分かんないけど、うん、ちょっとそこ行けなくなりましたって言って、はい、で、まあ、それの連絡来てて、でその時後ろでなんか横西かなえちゃんがなんか後ろ喋っててさ、うん、でそれがなんかその今回の俺に、はいはいはい、対するなんか、うん、話のことでなんか困りましたよみたいな感じでなんか言ってたみたいな。本当、うん、困るよね。でもねしっかりコメントいただきましたけどね。ああ、さあそれでは、本当にありがたいですね。はい、それではここからですねちょっとあの多摩川の公式 YouTube とちょっと重なるところはあるんですが、ちょっとそれから深掘りして、うん、多摩川の YouTube 見てもらえばいいんじゃないの。あ、それもぜひ見てください。それもぜひ見てください。これを聞いて、ね、ここでならずに多摩川の YouTube 見てもらえば、それはあの熊谷さんから宣伝してください。え、じゃあ多摩川の YouTube ぜひ見てください。これで
今日どうもありがとうございました。いやいやいや、まだ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 。その玉川の公式 YouTube のちょっとプラスアルファのお話を今日しましょう。今日初めて見られる方いますから。だから YouTube 見ればそっちに全部載ってる。いやいやいや、ちょっと雰囲気違いますもん、その時とは。そう、はい、全然違うと思います。まあ、てかね、まあ、スーツ着てちゃんとやったからね、はい、今日は自分家だからね。いや、今日はちょっとこうちょっとラフですけど、でも目線は変わってないので、うん、ラフだけど一応着替えたよお前、これでもお前かっこいいです。それなんかすごく線が入ってますね。いや、うるさいお前Tシャツ着てたら、いやそれじゃなくてなんかとか言うからさあ先輩行きますよ、先輩行きますよ、うん、いいですか。はい、わかりました。さあやっぱりね、まあ、引退っていうのがボートレースレーサーは必ず来るんですけど、まあデビューして約36年間っていう、まあ、結構ボートの中で長いとは思いますが、そのやっててこう一番こう、うん、印象というか辛かったことと嬉しいことっていうのってどうでしょうか。まあ、優勝とか云々とかあると思いますけど、嬉しい、うん、一番嬉しかったのは、まあ、選手受かった時が一番嬉しかったじゃないかな。ん、選手に受かった時。あ、なるほどなるほど、うん、それが一番嬉しかったかもしれない、もしかしたら優勝よりも。なるほど、モトスに行く時ですか、うん、そうそうそう、なるほど、ね、それから地獄なのにさその時は分かんなかったでしょ。その時は分かんなかったからさ、大喜びしたけどさ、もうその後、ね、地獄だったよね。まだ北海道から戻すって言ってもピンと来ないですよね、全然。いや全然来ないよ、初めて聞くような名前戻すなんてさ。そうですよね、うん、びっくりしたでしょ。でもいや、びっくりしたね本当にここで言えないぐらい、かなり上に上がってきますもんね、ま、たかなり上に上がってきますもんね。場所どうぞこの問題じゃなくてさ、その入賞してからの内容がもうびっくりだよね。ここで喋れねえだろ、だってえ、いや、そこはそこは熊谷さんの心で判断してください。はい、誰に殴られたとか言わなくていいよ。後ほど養成訓練の話もしたいと思いますんで。すんの、はい、いや、もしかしたらするかもしれませんので。あ、はい、わかりました、お願いします。さあ、そして、まあ36年間終わりまして、そして一着回数は2300勝を超えてるんですね。ベキちょっと下、僕全然下です。2000行ってないです。ああ、2000行く前に辞めちゃったんだ。はい、金貯まったから2000 ね、いや、それは熊谷先輩のは貯まってますよ。貯まってないよ、お前の上だった確か。いえいえ、そんなことないですよ。どうだよお前、それこの間も嘘ついたら、お前玉川の勝率僕出てないですよねって言ったら 8.1 だったじゃん。お前ふざけんなよふざけんなよこいつ、なんでそれ、後でビデオ見たから。そんなに調べるじゃん。いや、調べてない、しっかり調べたんだ。ここに出てたよちゃんと、玉川勝率 8.1 って。そうだよ、僕江戸川が 6.5 ぐらいで、そうそう、玉川 8.1 とかね、うん、玉川 8.1 になってたよ。あ、それ一回一般戦走ったんですよ。知らねえわよく言うよく言うよお前。じゃあ先輩次行きます。なんでお前自分が都合悪くなったらすぐ帰るんじゃない。いやいや、全然都合悪くないですよ。あ、でも玉川8点 ありました。僕うわ、出てたよ、なんか確か8点本当ですか、うん、すげえな。じゃあ得意だったんですかね。そうだよ、嘘ばっかり言ってこの野郎と思っていや、でもスタートが最後まで合わなかったんですよ、玉川って。そんなのみんなそうだよだから自分には辛い厳しいですね。ああ、ずっとスタンドがこう弓なりになってるのが常に気になってたんですよね。だいたいレース場ってこう、ね、はい、スタンドってこう水面に平行じゃないですか。ああ、なんか球がこう弧になってて、一番最後はね、はい、受けてるような感じだったので、うんうん、そうね、うん、なんかそんなところ繊細じゃなくていいんだけど、そこだけなんかちょっと繊細だったので。とかや、そんなの気になるタイプじゃないだろうねあと、ちょうどこれはいい頃合いなので次のテーマに行きたいと思います。ああ、そうだね、はい、都合悪くなってから変えようか。いや、そんなことないさあ、そして、次のコーナー行きたいと思いますが、ここからちょっとレースの話を、玉川の時の公式 YouTube もしたんですけど、うんうん、まあ2回 SG を勝ちましたので、ちょっとこの2回の SG をちょっと、まあ、その当時を思い出してほしいんですけど、まず最初が1992年の地元平和島でした。はい、はい、これは
夏のオーシャンカップでしたね。そうですね、はい、これちょっと VTR 表彰もあります。さあ表彰いらないんじゃない？え表彰しかいらないよ。いえいえいえ、これキルト3度でしたね。そうなんだよね、うん、キルト3度で2コースからですよ。まあこの頃のペラがほらね、尖らしてもよかったから、あ結構薄かったですね。やっぱりビート、うん、ピットパネやっぱりちょっと遅れてるけど、なんとか持ってたもんね。うーん、ちょっとやっぱ伸びましたね、スタートして。いや伸びた伸びた、もうそこだけは自信があったから、あ、まあ、そのために3度にしてるからね。あ、そうですよね、うんうん、ここで伸びなかった意味がない。3度にしてる意味がない。回った後からも良かったですよね、足回り足もいいんだよね、3度にしてね。いや、自分もちょっと黄色のユニフォーム私だったんですけど、もう回ったら遥か前にいましたよね。いつも邪魔してんだからいいだ何が遥か、いつも俺がお前の遥か前に見てたたまたま俺の後ろ走った時だけ言ってんじゃないよいやでもこの時は本当に僕はあの伸びも確かにいいと思ったんですけど、うん、なんかこう出足っていうか、うん、なんか力強さをすごく感じましたよね。いや本当だね、もう悪いとこ何もなかったね、うん、あとはもうスタートっていう感じでしたかね、ここは。そうだね、まあスタートも困りぐらいからいければ自信があったんで、はい、なるほど。でもやっぱり地元での優勝はやっぱり当時どうでした、これ熊谷さんの。まあ地元もあったけど、まあ、はい、やっぱりSG初めて取ったから、やっぱりそれっちの嬉しさと、うん、あと、まあ、チルとサンドイッチでいろいろ試したりとかして、あ、なんか、まあ、そういう嬉しかったね。なんか先輩ちょっとにやけてますけど若いどうですか、やっぱりでもあのスタート横一線、あのダッシュつければある程度いけるかなっていうのは手応えはあったんですか、このレースは。これチルとサンドなんだけどさ、まあ、はい、玉川の時も話してあるけど、うん、その小回とか玉から行った方が伸びるのよ。あ、言われてましたね。そう、予選で1回200から行ってるんだけど、はい、その時伸びなかったんだよね。あ、うん、で結局伸びが来るのがその手前に200からだと40ぐらいで伸びが来ちゃって、うん、結局それに合わせるとスタートからでは伸びなかったの。あ、うん、それでこれはもしかして小回りとか短マークの伸びるんだなと思って、もうそれにこだわっていったらやっぱりスタートしてから伸びるよっていう足だなって分かって、だから優勝戦ももう絶対小回りか短マークと思って、うん、と思ってたら植木が来たから、あ、もうしょうがない小回りになっちゃったけどさ、うん、まあでも小回りもまあ一応僕の中では一応最低限ここなら OK と思ってたから、あ、ヘルメットの中からちょっと睨んでたんですね、私をちょっと。いや別にもうその時は敵じゃないなと思ってた。あの時だけはそうですよね、それぐらいやっぱりこうなんかあのゾーンに入ってましたよね、熊谷さん。 あの説、ね、うんうん、あの予選のそうですね2日目か3日目ぐらいから、うん、なんかすごい手応えあるんだろうなっていう感じはそうだねしてましたね、うん、もうこれ自分のオーシャンカップだなって途中からなんとなくこう感じれるな。いや多分ウェイキも優勝する時は、うん、そう思ってたもんね。なんていうか、なんか自分に来てるなっていう感じがさ、こう、うん、あったね、あの時は。もうそうですよね、手応えとして、うん、うん、やっぱりなんかなりきらないといけないところってありますよね、やっぱり。そうそう、もう他の人にそう思わせて他の人の力を弱めるっていうかさ、うん、だからウェイキはそうやって思ってくれたってことは俺は成功だったってわけよ、うん、思いっきりそう思ってました。でしょ、うん、はい、だからそう思ってくれるように俺もこうなんとなくこう動いてたしさ、喋ってたし、はい、そうですよね、うん、はい、そして、初優勝して続いて2000年、今度ガマゴーリです、2度目の SG を優勝されました。これはファン投票で選ばれたオールスターでした。はい、こちらも VTR があります。はい、これは1コースからでした。植木いないすいません、この時いなかったですね、うん、だからゆっくり逃げれたな、これな楽くらい進入できてるやっぱ面倒くさい男でしたかね、植木って。面倒くさいよ、間違いなく面倒くさいよそりゃそうだよ。でもそれは選手としてそれはしょうがないじゃん、そうならなきゃいけないじゃん、うん、相手って面倒くさいなんて回されないけど、うん、これこの時ってガマ氷ってあんまり回転が上がらなかったイメージがすごくあったんですけど、あ、
どうですかね、ちょっと忘れちゃったけど、まあ、俺は全然良、ね、うん、かったよ、うん、うん、これ海水場と淡水場とかあるんですけど、たま、うん、あの熊谷さんの地元は淡水も海水もありますけど、うん、やっぱり得意不得意ってあったんですか。いや別にどっちもあんまり、成績良きゃ得意になっちゃうし、悪ければ不得意になっちゃうし、うん、でガマゴリはあれでしょ、淡水と海水半分ずつぐらい、そうですね、はい、うん、ここもだ結構乗りやすいよね、なんかガマゴリも。でもこのレースはちょっとやっぱ1回目よりかはだいぶこう気分は違う、気持ちが違ったんじゃないですか。まあ1枠っていうこともありましたし。そうだね、1枠のプレッシャーだけかな。あ、熊谷さんから見て1枠の時のプレッシャーってどんな感じなんですか。いや間違えるくらいって、売れてるわけじゃない、はいはい、うん、オッズは見てないけどさ多分、だからそこの期待を裏切れないなっていうのはあるよね。そうですよね、うん、さあちょっとほっとした部分もあったんでしょうかね、この表彰式は。だから人気に応えたという。ああ、まあそうだね、本当嬉しいよりもそっちだったね。ああ、だからゴールした時ちょっとそのほっとした部分のが先に出ますかね、やっぱり。いや出るね、なんか、ああ、終わってくれたと思って。そうですよね、うん、さあそして SG2 勝しまして、そして今度グランプリがこうだんだんこう取らないといけないっていう立場になってきまして、これ1997年こうまくりで優勝かなっていうレースがあったと思うんですが、うん、墨の絵です。ちょっとこの VTR がありますのでちょっと見ていただきたいと思うんですが、はいはい、これ4コースですかね、あ、3コースですね、3コースね、はい、さあ3コースからちょっと思い出しますか。あ、これね、うん、1、2コースに飛びつかれるんじゃないかと思ってちょっと躊躇しながらまくってってんだよね、ハンドルの入れ方が。だから甘いんだよね、ちょっと。なるほど、ね、だからちょっとその分流れてるんだよね。あ、全速ではいってるんだけど、こうなんかちょっと思い切っていけてなかったので、ね、もしかしたら飛びついてくるかなと思って。ああ、なるほどですよね、うん、それを気にしながらまくってってるからちょっとこうハンドルが入ってないよね。この時やっぱり待機行動からちょっといろいろ波乱がありましたもんね。そうだっけ、うん、今村さんとかが動いたり。あー、そっかそっか、はい、この時はちょっと僕はあんまり邪魔してないと思うんですが、ん、寄せで邪魔したんじゃない多分。まあでもこれはちょっとあの優勝のチャンスがあったレースかなとはちょっと客観的には思うんですけど、ね、これも、うん、そうだね、確かにあったと思う、うん、もう一回レースすれば優勝かなっていう感じがしますけどね。いや、もう一回しても刺されるんじゃない。いや、そんなことないと思いますけどね、うん、はい、まあもうちょっとというレースだったですけど、まあそしてこれあのすいません、あの1995年の、うん、なんでまたやだまたやな、もうなんか台本通りの言葉みたいな感じでしたけど、ね、あの多摩川の公式 YouTube で非常に好評だったんですよ。それはあんたが優勝したからね。いやいやいや、レースじゃないんですよ、レースじゃないんですよ。本番の待機行動に向かうまでに熊谷さんがどんなことを考えてピットアウトしたかっていうところにこう非常に皆さん共感されたみたいで。そうかな、はい、レースはなるべくこうカットしようかと思いますので。あ、全部カットでいいちょっとあのピットアウトからちょっと見てください。ピットアウトだけでいい誰かさん遅れてんだからさこんな遅れてんだぜ、ね、これ本当中道さんと自分だけ遅れてんだよね。本当だ。この間言うの忘れたけど、はい、これね本当はすぐ締めたかったんだけど、はい、近くに寄っちゃうとやっぱり野中さんとかがこっち見るから、うん、コースー邪魔しに来るから、邪魔しにって向こうは内側だから当たり前だけどさ、うん、突っ張りに来るかなと思ったら、警戒されますからね。そうそう、警戒されるからちょっと行くの遅れたんです、うん、そこに誰かさんがポッと入ってきたよねその熊谷さん
ポットっていうのはやめてもらえませんか。いやポットってなんかもう一回打つぜもう一回あんな遅れるけどでもあの熊谷さんこの時はあの、うん、スタート展示がなかったですもんね。そうそうだね。おそらくもうそのままバーンだからそうそうこの時は朝の特訓しかやってなかったからさ。そうですよね。で俺も他の選手がどっからやってるか見てて、植木とか、はい、確か松井もあんまりうちからやってなかったんだよね。そうですね。僕はもうセンターから、うん、センターが主だったと思うんですよね。で結構なんか枠なりかみたいな感じでみんな特訓やってたから、はいはい、で俺は一応 100と困ると200とか多分そんな感じでやったと思うんだよね。うん。でもうその時から100は完璧にもうなんか見えてる感じがしたから、あ、うん、だから自信はあったんだよね。100から行ってもスタートいけるし、本当はあの中見さんの横の2コースぐらいまで取れたらベストだったんですよね。そう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 。あ、まあこういう風な待機行動になりました。あれ停止するけど、うん、停止止まらないな映像が。じゃあ俺が切るわ勝手に停止やめてもいいんだよまあだからここはちょっと想定外だったんですかね、この1マークに向かっては。そうだね、ちょっと自分の考えが甘かったね。あ、ちょっと2コースか3コース、中道さん野中さん俺か中道さん俺っていうの2パターンぐらいしか考えてなかった。全然違いますもんねこれ2コース3コースは。でお前の2コースとはさ、お前って言ったら悪いな、植木の2コースって来るのと、うんうん、野中さん来るのとやっぱ違うしさ。あ、うんうん、まあ、野中さんもクセモンだけど、ね、植木もクセモンだから、うん、やっぱりちょっと俺の中で予想したのは3コースなら2コースは野中さんかなと思ってたから。ああなるほどね。ああ、それが植木だったからちょっと面食らったよ ね。多分野中先輩もちょっと想定外だったかもしれませんね、自分が2コースだったのは。どうなんだろうね、聞いてみたいよねこの時。うん、多分自分が練習で1回も行ってないので、うん、だから僕も本当に、ね、あの100入ったことってなかったので、うん、本当にちょっと、いやもう、もう船向けてしまったからですね、どうしようっていう感じだったんですけどね、うん、ちょっと申し訳ないなと思いまして嘘つけ。いやいや、これもういつか会ったら言わないといけないなと思って、北海道まで行かないといけないかなと思ってて。取ったもん勝ちだ、取ったもん勝ち。いやいや、そんなことないですよ、うん、はい、いいんだよ、いいレースだったよね。はい、ありがとうございます。最後その、はい、なんか台本に書いてたような言葉でありがとうございました。はい。すいません。さあ、そして、まあレースの話をちょっとさせてもらいましたけど、そしてここからはですね、やっぱり北海道出身っていうところで、やっぱりなかなかレース場がないじゃないですか、北海道って。うん、だからボートレーサーになるきっかけっていうのもなかなか、今はだいぶどうですか？今はかなりボートレースって認知上がったんじゃないですか。いや本当、まあ、この間植木ともちょっと話したけど、はいはい、こう辞めてから本当だいぶ何人かな、本当にかなりの人に最近ボートやってるんですよとかって言われて、はい、そういう話よく聞くんだよね。で、うん、まあ、僕のこと知ってるって言ったらあんまり知らないんだよね。だから本当この、いや本当本当に半分ぐらいは知らなくてさ、半分ぐらいは知ってるんだけどさ。だからこの 1,2 年のコロナになってからみんなこう始めた人たちばっかり、あ、うん、でみんなこうスマホでやってるっていう感じだね。あ、場外とかじゃなくて、はいはいはい、じゃあ新しいファンがもう、うん、新しいファンばっかりですよね。いやすごい増えてると思う。だから売り上げ上がってるのはその辺の人たちが増えたのがあるんじゃないかな。なるほどですよね、うん、まあ、そういった中で熊谷さんがボートレースを目指した頃って今みたいなこうそんなにボートって人気なかったと思うんですよね、まあ、ボートレーサーっていうか。そうなの？そんなこと言っていいの？人気なかったの？あ、そのボートレーサーになろうっていう、ああなろうっすよね、なろうっていうこうなんだろうね、うん、そういうのは雰囲気がなかったじゃないですか。え、例えば友達でも、うん、そんなん どんな仕事みたいな。まあ俺は特にね北海道だったからそうだけど、植木の方あれじゃないの、みんな知ったんじゃないの。九州もなんか特別な人がなるっていう感じでしたもんね。あの普通の人はなれないと思ってました、うん、僕も、うん、最初あのこう手続きするまではなんか特別なこう、うん、訓練受けた人がなるのかななんて思ってましたけどね、うん、で一般の人がなれるっていうのはなかなか僕は知らなかったんですけどね、うん、いや俺も当然北海道だったから全然知らなかったけど、はい、はい、でさっきの話に戻りますけど、その応募して、うん、その元巣行くじゃないですか。うん、で最初元巣入った時
ってやっぱ時間厳守でしょう。うん、でこう分刻みじゃないですか。5分前精神って5分前精神って抑えられたでしょ、はいはい、ああいう生活ってあの、まあ、小中高とかそういう学生時代で何かクラブ活動みたいなのされてたんですか。いやあんなこう時間にピシピシピっていうのはないから、はい、やっぱりその辺は時間に対するこう厳しさは思いっきり教えられてるね。ですよね、うん、熊谷さんの時はちょっと女子養成もちょっと多かったんですかね。半々ぐらいですね。あちょっと 多くなりかけ、あの募集は多めに入れといて、はいはいはい、でやっぱ女の子はちょっと辞める数ちょっと多いからさ、はいはいはい、出た時は半々ぐらいだったんだよな。あなるほどですよね、はい、そして今あの北海道には、5名のレーサーがいるんですけど、なかなか北海道ってこう広いからそんなにこう集まるっていう機会っていうのはなかなかなかったのかなと思いますが、うん、辞めてからちょっとあったね。あ北海道、そうなんですか。へえ、うん、なんかモーマっているのはい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 、はい、うん、なんか B 級のくせに生意気に言いたって言ってたからいやそれは先輩よく頑張ったって言ってやってくださいよ。あいやまだ頑張ってねえだろ、平気になってからだから。そっかそっか、うん、やっぱそうですよね。そして北海道といえば、うん、アンテナショップとかあのコンサドーレと、うん、こうタイアップしたりしてるんですけどね。はい、そういう北海道でいい。この間行ったよ。あそうなんですか。うん、えアンテナショップですか。アンテナショップ、へえ、そうなんですか、うん、結構美味しい食べ物も美味しいしさ。そうですそうですそうです、うん、空間も広いからさ、なんかこうなんだろう、今コロナの時代あれね、あれがあるからちょっと狭いところで、うん、いいから、はい、それでちょっと寄ったよ今年になってから。じゃあまだイベントとかでは行ってないんですかね。はい、イベントでは行ってない行ってない。あ、うん、本当ですか。またぜひ、うん、あの行ってみてほしいなと思いますけどね。またイベントが再開したらですね、うん、そうだね、はい、よろしくお願いします。さあちょっと駆け足でこう話してきましたが、そしてここからですね、うん、終わっていいよ。いえいえいえどの話しようかなと思いますけど、質問に行く前にちょっとこの、うん、やっぱり長岡茂和さんのやっぱりこう話っていうか、長岡さんがこの前多摩川の公式 YouTube の時にやっぱこういい意味でこうライバルっていうか、うんうん、あの刺激し合えたっていうところがあったので、長岡さんとはどんなこう出会いっていうのがあったんですかね。長岡は最初のおとすに入る時の試験、はい、あの辺でなんかボート乗せられるじゃない、はいはいはい、いきなり、はい、その時に待機バスがあってさ、はい、でその時に長岡は多分俺の番号的にちょっと後ろぐらいだったから、結構待機バスの中で話したりとかして、はい、結構そこで仲良くなって、はい、で訓練2人とも選手買って、で夏休みとか北海道帰って、で長岡家に泊めてもらって元妻で送ってもらったりとか、長岡の両親にね、はいはい、うん、そういう仲だったし、あと選手になってからも俺、まあ、たまたまなんだけど長岡家の結構そばに引っ越したんで、うん、結構一緒に遊んだりとか、うん、してましたね。あ、うん、そして結果、半年遅れで長岡さんがレーサーになるということでしたかね、うん、そうそう、彼はもう、うん、顔を大怪我しちゃったから。そうですよね、うん、まあ、植木もそうだけどさ、はあ、まあ、そして、まあ、長岡さんは57期としてこう半年遅れてレーサーになるんですけど、うん、どんな感じだったんですかね半年。いやもうびっくりするぐらいうまかったね。 あそうなんですか。うんうん、もう俺は半年走ってるから、まあ、走る前偉そうにいろいろ言ってたんだけど、はい、こうやった方がやった方がいいようになったけど、もうそんなの全然できてて、へえ、はい、うん、完全に出来上がってるし、なんなら俺半年前に接種になってんだけど、もう抜かれてる感じだった完全に。結構熊谷さんこう客観的じゃないですか、いつも見るときって。そうかな、はい、だから相当キラッて光るところがあったのかなと思うんですが。いや本当あんな新人は見たことない、今までも、うん、なるほどね。それではちょっとこれ、うん、多摩川とちょっと公式 YouTube とダブるんですが、この2人で SG を1、2着になったレース、はい、これボートレース多摩川だったんですけど、はい、このレースをちょっともう一回振り返りたいと思います。はい、はい、これ4コースと5コースで、5コースが熊谷さんでした、うん、
さあ3コースをまくりに行って2人がこう刺すような展開だったんですけどね。まあもう直子が一番いいとこ刺してるね。ですね、うん、3コースがまくってくれて、まあ、熊谷さん的にはここしかないっていうとこですよね、刺しも。まあ僕はもうここしかなかったね。もう直子が行った後に刺しに行ってるからやっぱりちょっと遅れるよね、やっぱね。この時のバックストレートは、あ、やっぱ長岡選手かっていう感じだったですか。んー、まあそうだね、もう刺す前から、刺しに初動入れたぐらいから、あ、これ長岡いいとこ刺せるなと思って見てたから、見ながら俺はそのうちがね行ってるんで、あ、やっぱり長岡も一等だよねと思って見てた。この辺なんかこうずっとモトスから一緒だったっていうところで、お互いこう SG 勝とうと思ったところで、なんか、なんでしょうね、悔しさとなんか、なんだ、いろんな感情がありますよね、やっぱり。まあ本当は悔しかったけど、まあ長岡一等だから、まあしょうがないかと思ったの。本当は悔しかったけどね。ですよね。うん、はい、いや、これ実は長岡さんとのレースがすごくこう印象にあるっていうのを僕も聞いて、で僕も何回もこれを見させてもらったんですけど、うん、やっぱりその元巣っていうかね、試験を受ける前からのそういうようなつながりがあるんだなっていうのを感じましたね。はい、さあそれでは、はい、今日質問がですね、熊谷さんたくさん来てまして、ちょっと平井さんから、はい、はい、ちょっと受け付けない。これね、今ね、直内さんから来てた、長岡選手今日お誕生日なんですね。本当に手帳見てびっくりしましたっていうコメントが来てました、はい、熊谷さんそうみたいですよ、ね、はい、じゃあ後でなんか LINE でなんか送っとくわ。送ってあげてください。でちょっと質問が来ていたので、はいはい、行きたいと思います。東京三条でどこが好きでしたか。江戸川嫌い。江戸川嫌い、どの辺が嫌いなんですか。で成績悪くないでしょ。波出るもん。そう、本当ですか。波出る。自分はほとんど走ってないからさ。いや、6点超えてますよ私。だって回数あんまりしてないじゃん。いやいや、走りたいけど西日本の方だからやっぱりこう、いやいや、拒否したでしょ。拒否してません、してません。本当。はい、僕一番最初の G1 は江戸川ですから走ったの。あ、そうなんだ。はい、周回展示ピットにつけられなくて大道圏も流れていきましたからね。本当かよ。お客さんから河川敷まで降りてきて、植木頑張れとか言われたことが。そんなやつでもグランプリ取れんだね。ピット入れられない。もうそれ若い子聞いたらあれだね、自信つくね。つくと思いますよ。あの時に本当江戸川の流れはすごいなって本当感じましたね。まあ本当にピット入れるの大変だよね。そうなんですね。はい、すいません、ちょっと、そうなんだ、はい、ちょっとね、植木さん関連の質問も来てたんですよ。いや、それはまずいな。あの植木さんの走りを見た第一印象はどうでしたか。最初見た時はもう覚えてないけど、もうあまり初め一緒にならなくて、はい、記念来るようになってから一緒になったけど、もうその時にはもう出来上がってたし、まあモンキーもやってたからうまいなと思ったけど、まあ、それだけだな。あと、あの植木さんのどんなところがクセモノですかっていう質問が。だからさっきの新入みたいにほらね、臨機応変にこう変えてくるわけじゃない、行ったことないね、特訓もしてないとこから起こしてみたりとかさ。だかその辺の考えやっぱ鋭いんじゃないの、他の選手と違って。あ、ここは俺取りに行かなきゃいけないんだとかさ、普通俺だったらもし練習してなかったら行かないもん。あ、そっかそっか、うん、練習したとこから行こうって思うのにさ、そこをしてなくても、いや俺はここに行こう、取んなきゃいけないって、なんか勘が働くんだよね。あ、なるほどですね、うん、そういうさ、小ずるい勘は俺にはなかったからさ。俺がそういう小ずるい感持ってればもうちょっと稼げたのになと思って。あ、なるほどね、うん、そう、ちょっとまた成功法すぎたね。あとレースの間の何かこうルーティーンっていうのはありましたか、はい、と、うん、ルーティーン、いや別にないね。なんかボートはこう、左足からとか、うん、あ、逆にそういうの作らないようにしてた。あ、そうなんですか。決まったことを、うん、こうやっ
ってやんなかったら嫌だとかさ、そういうのはあんまり作らないようにした、まあ、やりだすとキリがなくなっちゃうから。そうですね、うん、でたまにそれが忘れちゃったらこうレースで忘れてからレースって言っちゃったらこうレース嫌じゃない、なんか確かに気持ち悪いですもんね。気持ち悪いでしょ、はい、うん、だからそれが嫌だったからそういうの作らなかったわざと。なるほどね、うん、あと以前多摩川で熊谷さんが DJ としてトークショーがあったみたいですが、どういう経緯で決まったんですかっていう、うん、いや普通にイベントやる、はい、お願いしますって言われたんだけど、やるならこうやりたいなと思って自分から全部発案してやりました。うん、多摩川さん結構その辺 DJ をされてたんですか。 DJ っていうか、まあ、僕が MC をやって、はい、で、まあ、お客さんあげたりとか、あと音楽とかも全部自分が決めて、はい、で やったの、うん、だから DJ ってのは別にこうキュッキュッキュッとかやったわけじゃないよ。あ、そうなんですね。私この質問見た時にそういう DJ じゃない、キュッキュッやってるのかと思いました。まあ俺が MC になってこうやったっていう感じ、まあ、普通、まあ、選手がやらないじゃん普通、はい、大体平井ちゃんみたいな子が来てくれてさ、でこう回すわけじゃない、はあ、うん、それをやんないで俺が MC をやってやったっていう、うん、だまあ、そのイベントすごい行きたい。うん、だまあ DJ ってのはちょっと違うかもしれないね。なるほど、キュッキュッキュじゃなかったの、うん、キュッキュッキュじゃない、それできない。こっちじゃないですね。それできたらかっこいいけどね。いや、うん、それできたらかっこいいですね。もしやっていただけたら私その時 MC で行きたいと思いますので。いやいや、それはちょっと無理なんで。残念。であとこの時期に美味しい北海道グルメを何か教えてくださいという質問があったんですけど、この時期今何なんだろう、トウキビとか。夏、トウキビ、うん、だから何、え、トウキビ、トウモロコシ、トウモロコシ、トウモロコシ、うん、え、夏なんですか。そっか、今だ、今ぐらいじゃない、これからじゃない。アスパラ終わっちゃったし、まあ、あとは年中通してラーメンとジンギスカンと、あ、いいですね、あとスープカレー、スープカレー。確かにスープカレーだ。うん、んスープカレーというフレーズ結構出てきますね。はい、そうですね。みんな覚えといてください。あの来週ちょっと絡みがありますから。スープカレーね。因縁のスープカレー。めちゃくちゃ根に持ってるじゃないですか。多分皆さんこう何なんのかなって思うから、ね、高級のやつ。そう、高級スープカレー。来週見られたらああそういうことかっていうのが分かりますので、うん、来週見なきゃ分かんないんで、まあこれで来週見てくれるようになったらいいんじゃない。え、スープカレーは有名なんですか、北海道。うん、有名だね。あ、そうなんですね。まあ北海道が発祥だから、うんうん、そっから、まあ、まあ今じゃね東京とかもあるいっぱいあるけど、もともとは札幌だね。分かりました。はい、はい、たくさんのご質問ありがとうございました。ありがとうございました。さあそれではちょっとあの熊谷さん、色紙の方をお願いできますか。書いたよ。はい、これちょっとプレゼントをしたいと思います。はい、うわ、なんかそれ現役とずっと一緒ですか、このサイン。ずっと一緒ですか、途中で変わったりとかなかったですか。ね、だんだん簡単になってきた。元はもうちょっといっぱいあったんだけど、うん、あ、だんだん簡単になって1秒ぐらいで書けるやつ。なんか熊谷さんこう書いていたら、あ、こっちの方がかっこいいかなっていうのはありません？なんか、あ、まあそれもあるね、バランスもあるしね。最初はなんかもうこうカチッと書きすぎてたところありますよね。うん、あ、最初サイン決める時って どうやってそれ完成したんですか。これはね、デビューして2年3年経つ前に畜戦俺と長岡だけ呼ばれたんでね。はいはい。でその時に俺優勝乗ったんだけど、初めて記念行った時に、はい、でその時にサイン書いてくださいって言われたの。はい、あの優勝者の人のサインプレゼントするからって言って、はい、だその時にいや俺サインないんだけどっつって普通に熊谷直樹って普通に箇条書きして、はい、そしたらなんか新聞記者の人が研究って雑誌あるじゃない、予想誌、はい、研究ってあの検温っていうあの芸能事務所とこうつながっ、うんうん、はい、今もつながってるかどうか分かんないけど、はい、でそれで慶応の人でそのサイン書いてくれる人いるからっていうんでそれで作ってもらった。俺と長岡2人で。そうなんですか。うん、そっからつながってるんだけど、もうその時からもう見る影もないぐらい変わってるけど。簡単に。やっぱたくさん書くからですね。いや、たくさんは書いてないんだけど、めんどくさくて。いや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 。
はい、あのそれあのプレゼントしたいと思います。まあ、いらないと思うけど、はい、いえいえ、たくさん来ると思いますんで。そして、まあ、よく燃えると思うよ、はい、これよく燃えるから。で燃やさないで大丈夫ですよ熊谷さん。さあ、いやいや、そして、まあ、これちょっとトークは最後になるんですけど、まあ、これからちょっと、はい、収録終わりじゃなくてトークだけ、はい、一応あの一応このここで締めとして、あの、まあ、これから先の活動についてなんかこうこんな風にしたいなとか、こういうところでこう貢献したいなとか、な何かこう今思ってることがあったらちょっとご一緒の皆さんに、うん、まあ、今思ってることは、楽して過ごしたい。まあそれはでもみんなそうですよね。え、いや、お前が働いてんじゃん。お前じゃない、植木働いてんじゃん。いや、まあまあ働いてるっていうか、うん、まあでも今がこう自分なりに楽しければいいですけどね。うん、楽しい、楽しくしてます。あ、本当、はい、楽しいです。楽しそうだね、はい、校長よりやっててそっちの。いや、僕のことはどうでもいいんですよ。なんで熊谷さんがちょっと、え、今日のゲストは植木じゃなかったっけ。違います、違います。違います、はい、で次9月にこう、うん、多摩川でなんかあるってちょっと風の噂を聞いたんですけど。ああ、またやるでしょ、植木と。っていうか熊谷さんがメインでなんかやるって聞きましたよ。いや、メインじゃないんじゃない、まだはっきり決まってないけど、はい、1日は植木とやるやつよね。あ、そうですかね。お手伝いさせてもらえますか。いやいやお手伝いじゃなくてさ多摩川で、あれちょっとヤングダービーの頃ですかね。ヤングダービーの4日目、5日目、6日目に、はいはい、の4日目が植木だっけ。はあ、そうですね、はい、で5日目もお願いしますって言われたんだけど、はいはい、結局6日目も お願いできますかって言われて、はいはい、非常に重かったんだけどまあ断れないしなと思って。そうですね、はい、うん、でまあこれうん、だから5日目6日目はちゃんと誰とやるかもまだ決まってないみたいなんだけど、はいはい、その辺はまあ玉川さんと話して、はい、まあ、僕がやりやすいようにやれたらいいかなと思って、はい、そうですね、はい、うん、4日目はよろしくね。はい、わかりました、よろしくお願いします。はい、はい、さあそれではですね、ここからちょっと下関の11レースを少し一緒に、これあのファンご視聴の皆さんと一緒にこう考えるコーナーがあるんですね。うん、そっちで勝手にやってよ、はい、いやいや、そこはちょっとぜひ下関の経験を生かして。お腹空いたんだよ、お腹。もうちょっと待ってください、もうちょっと待ってください。もう8時だぜ。まだまだです、まだです、まだ8時になってないですからね。もうなるよ。ぜひちょっとここちょっとあの下関走ったことをイメージしてちょっとお付き合いください、先輩、はい、よろしくお願いします。お願いします、はいはい、それでは第11レースの、出走表はこのメンバーです。これ熊谷さん一緒に走ったレーサーもいると思いますが、これ見えてますかね。ああ、見えてるよ、はい、よくこうなんか印象に残ってるレーサーいますか。うんと4番と5番の子以外は知ってるね。あ、三島は結構、うん、三島は特によく走ったね。そうですよね、うん、はい、まあ、こういうメンバーでこれからスタート展示しますので、ちょっとあの、はい、一緒に見ていただきたいと思います。はい、これあの通常とこの後スローでもやりますので、ちょっとこう行き足っていうところをちょっと熊谷さんなりにこう話していただければありがたいなと思います。わかんないよ、うん、これあのちょっと通常なので、うん、次もう一回こうお越しのところからちょっとスローでちょっとやってみますので、はい、もしよかったらお願いします。さあ三島選手は結構動いてますけどね。5番とか一人がましなんだ。そうですね、うん、さあ握り込んできてます。ちょっと三島選手そんなに良くないかなとは思うんですが、うーん、まあスタートもうん、5と2に行かれちゃってるからね、良くないに見えるのもあるよね。
これ熊谷さん、スタート展示でちょっと遅れたりするときって、うん、そのフライングを切るのと遅れるってあるじゃないですか、2つ、うんうん、こう熊谷さんの目線から、そのちょっとフライングするときと遅れるときってどっちの方が調整しやすいんですかね、本番に向けて。いや、どっちも全速でいってれば調整可能だよね。あまりにも遅れちゃったらちょっとダメだけど、はい、今みたいに遅れてるったって他が0台だっただけでさ、うん、他はね、はいはいはい、20から一定しぐらいでしょ多分。じゃあああいう遅れっていうのはあんまり気にしなくていいってことですよね。全然気になんない、全然気になんない。なるほどですよね、うん、はい、俺はね、わかりました。それでは今度周回展示の方を見ていただきたいと思います。使うね俺を。この玉川でやらないといけないですかね。前回の横にさ、こんなことやってなかったよ。いや、しっかりチェックする。あの船の向きを見てください、熊谷さん、ちょっとお願いします。向き、みんなちゃんと向いて回ってるよ、ほら、うまいよ。うまいよ。うまいうまいうまい。オッケーオッケー。でもあのやっぱり熊谷さんも現役の時はあのこの船の向きって相当気にしてたんじゃないですか。これちょっとスローで、一発目の向きだね。あ、初動のところですよね。初動のね、はい、うん、そこの向きとか安定感とか、はい、あと入れた分ちゃんと船が向いてるかとか。そうですよね、うん、だからこうやって見るよりも自分じゃないと分かりづらいよね、実際は。そうですよね、うん、まあ一応あの、まあ、うん、このメンバーはみんなこれやっぱり A1A2 だからさ、うん、B 級いたっけ、いないよね。そうですね、5番の船越選手が B1、はい、そうですね。ああ、そうなんだ。でもやっぱりみんな上手いわ、やっぱりね。そっか、で4番も B1。 やっぱりあの、うん、A1 クラスのレーサーはやっぱ一人で乗ったら乗りこなしますよね、周回展示。いや、うん、乗りこなすし、それ、うん、乗りこなせなくても本番ではちゃんと調整してくるからさ。あ、なるほど、ね、だから当てにならないよね、どっちかっていうと、うん、展示で変なターンしてても。あのやっぱりこうすごく、僕はあの周回展示1周と2周があるじゃないですか、うん、2周目をすごく大事にしてたんですね、うん、2周目をしっかりできるだけ、1周目で失敗したら2周目で修正してっていう気持ちがあったんですけど、熊谷さんはそういうところはどうでした、うん、いや一緒だよ、やっぱりやっぱり2周目を大事にっていうか、まあ2周目大事っていうか、1周目も2周目も大事だけど、はいはい、まあ、1周目もうまく回れれば気持ちよくレースいけるし。そうですよね、うん、1周目も2周目もうまく回れなかったらどうしようどうしようってずっと控え室で考えてる。そうですね、本番控え室が憂鬱になりますもんね。憂鬱だよ、もうアペラが間違えたのかな、調整違うかなとかさ、だからもうしょうがないから調整開けてみたりとかさ、いろいろ考えますもんね。考える。でやっぱりこう、やっぱり安定して周回展示を終えるっていうことは大事ですよね、やっぱり。まあね、うん、レースにもつながるよね、うん、そうですよね、うん、さあそしてちょっとこれ見てほしいのがですね、やっぱり今ボートレースってこう3コースが攻めていくことが多いので、うん、後半この3コースになるであろうレーサーの前走リプレイをちょっと見たいと思うんですね。このレースは山崎裕司選手が3コースだったんですけど、これはですね、3コースで水中乗ってる。いやいや、今度はこれはあの山崎選手の前走なんですけど、後半が3コースに入るんであって、今4コースなんですけど、ちょっと伸びられてる感じはあるんですけど、この回った後はすごくいいような感じは僕は見えたんですけど、ちょっと速くて分かりにくいですかね。うん、5番の切れ目入ってるしな、ちょっと引き波に入りましたかね。あ、ちょっと思うようには回れないよね。そうですよね、まあ、遅れた分ハンデルも入れづらいだろうし、はいはい、まあ、でもここら、うん、だいぶ追いつくな。そういう感じしますよね。ーモーター的には悪くないかな、はい、内側伸びやすいのかな、下関。俺あんまり走ってないから分かんないけど、そうですね、内のビルイメージある。ありますあります、はい、まあ、平和島とかも内側伸びますよね。平和島もそうだね、はい、内側伸びるね、はい、下関もそうですね、内側伸びる傾向ありますね。あ、そうなんだ、やっぱり、うん、はい、まあ、そういうこの山崎選手が後半この3コースに入るということで、まずその3コースがこのなんでしょうね、伸びがあるないでレース内容大きく変わるじゃないですか、うん、でまあ今ぐらいだったらまあスタート遅れることはあんましないのかなって僕はちょっと僕なりには思うんですけど、うん、まあ本番は合わせてくるんじゃない。そうですよね、だからまあ3コースは遅れないかなとは思うんですね、うんうんうん、そうするときに熊谷さん、これはあくまでも仮説ですからね、
まあ、今ボートレースってこういう展開がやっぱしそのボートレース始めて見られた方はこういうのが多いじゃないですか、うん、3コースがまくっていて2コースが刺して4コースが刺して5コースがこうまくり刺してっていうこういうのが大体多くないですかね。まあ多いけど俺は2コース入ってたら大体まくりに行ってたからそういう体験にならない。これ高校行くんですね、うんうん、そっち行くの嫌だからうち行くの。え、刺しが嫌いだったんですか。へ、下手だったの。いやいや下手じゃないですし。下手だよ。いやいやそんなことないじゃないですか。下手だから外回っとけばまた2コースで勝負できるじゃん。あーなるほど、うん、うちが刺しって刺さってなかったら勝負ならないじゃん。あじゃあでも外にいる分にはさ次のマークで勝負できますか、ね、次のマーク勝負できるからさ。うん、なるほど。じゃあ基本的に外回ることを意識してたて、ね、気温はもう外意識してた、うん、これ松田選手が1コースで中岡選手が2コースなんですけど、うん、中岡選手は、まあ、両方いけるレーサーとは思うんですけど、うんうん、でもやっぱり1号艇が松田君だからやっぱ差しに、ね、そんな落として回らないからね。だからやっぱり差しに行くだろう ね、 そ う、 ね、うん、そうするとやっぱりこういうふうな3コースを山崎選手は外行ってで三島選手はやっぱりこう実績あるのでこの5コースからのまくり差しっていうところで柴田選手とこう差し合戦になるかなっていうイメージがあるんですが、うん、まあ、あとはスタートがどんだけみんな揃えられるか、うん、ね、そういうことですよね、うん、まあ、スタテみたいにはならないだろうけどもしかしたら一人だけ抜け出すかもわからないですか。そうですよね、まあ、ある程度一緒だったらこんな感じになりますよね、まあ、そうなっちゃうね、なっちゃうね、あとはスタートでドーンといけばもし三島選手がまくっていったりとか、うん、そしたらもうガラッと変わっちゃうけど、そういうことですよね、うん、はい、まあ、こういう風な展開になるんじゃないかなと思います。これあのさっきの2コースでその熊谷さん全部が全部まくりには いってないわけじゃないですか結果的には、うん、けどやっぱ常にそうやってやっぱり自分はまくりに行くこうイメージでレースには臨んでたんですかやっぱし。差し差しって考えるとだんだんスピードなくなってきちゃうんだよね。あ、うん、植木みたいに上手い人はさ別に臨機応変にいけるんだろうけど俺は過去差しで美味しいことを味わっちゃうとこうだんだんまた差しに行ってあでその時こうスピードがだんだんなくなってきてだそれが嫌だったのとやっぱりなかなかさせなかったからそれならもう外回って2コース勝負したのがいいなっていう、うん、そういう考えだったね、うん、じゃあ比較的こう2コース今ボートレース難しいって言われてました言われてますけど熊谷さんこう引退する、うん、まあ何年か前ぐらいからもうそんな2コースっていうのはそんなに苦にはならなかったんですか。いややっぱりあまり好きじゃなかったけど、はいはい、まあでももう、もう鼻から出て気持ちはもう8割方まくりでまあ決めてたねほとんど。ね、インが落とせばもう絶対外回りっていう。あやっぱそうですよね。やっぱりそのなんか言われたように差しを覚えるとやっぱスピードが落ちていくっていうのはなんとなくこう僕たち世代そういう教え方があったかなって今ちょっと思い出したんですよね。まあ植木は差し行ってもつけ番もいけるからいいけど。いやもうなんか今日はもうアップダウンがすごいのであの持ち上げられて落とされての繰り返しなんでもう僕血圧がめちゃめちゃ上がってますけど今現役の彼をここで返してるんだよさあそれではちょっと、下関11レース見てみたいと思います。下関はやっぱりあれですかね東の方のレーサーは周年記念とかでもやっぱ東走るから下関走る機会ってあんまりなかったですね。あんまりなかったね、うん、記念で一回揃ったのは覚えてるけどあんまり走ってないね。そうですよね、どうしても西と東で G1 が一緒に同時開催になりますもんねやっぱり。そうだねどっかね多分下関どっかと引っかかってたんじゃない多分、ね、あんまり走ったことないわ、うん、さあ本番も三島選手は動きましたけどこれは前提スローになるかもしれません。これ前提スローっていうのは本当最近多くなりましたね。ああそう、はい、あんまり見てなかったんでちょっとあれだったけど熊谷さんが現役最後の年あたりはどうですか前提スローって結構あったんじゃないですか。まああるはあったねやっぱね、はい、あと今村さんがいると前提6号艇、ね、
でもなんかこのあの今村さんはあのセンターからの6コースの方がスタートも決まりやすいって言ってましたね。いやそう、あの人なんかこう時計が見えなかったから150から起こしたでしょ、はあ、なんかすごいあそこが一番スタート決まるんだって言ってましたね。そうだ、うん、だから俺もだんだんやっぱり年取ってくるにつれて200回ずつだんだん時計がよく見えなかった今村さん言ってる気持ちが分かった。あなるほどなるほど、うん、スリット付近は緩やか向かい風で進入はインコースから1番2番3番4番5番6番番こうやってなかなかレース見ることってそうそうないですもんね、引退してからは、ねうん、スタートしてきました。内5艇中でも1コース1号艇松田好スタートを決めています。人気の松田きっちりスタートを決めてまずは先に回る2号艇中岡刺して外は3号艇山崎さらには4、6、5というところですが1号艇松田逃げて2番手は2号艇中岡、うん、やっぱり内側がどうしても柴田が接近、捉える勢い、外は3号艇山崎離れて6番5番スタートは前提正常でした。1号艇松田トップ2番手の数6号艇三島も内からやってくる。さあ4番2番やや攻め際の中くるっと運んだが6号艇三島が一気に2番手あとは3番5番と旋回ですが2番手6号艇の三島です。乗りたいとかは全然思わないですか。内から接近4番2番ほとんど差がなくいや別にレースやないなら乗ってもいいよレジャーシュー。1番手1号艇松田トップ2番手3号艇山崎乗ってみたいなと思う。三島もしエキシビジョンマッチがエキシビジョンレースがあったらまくりますか。2コースの上駅だったらね内側に出てとりあえず濡らしたいいっぱい濡らされたからあれでも正直な話あの自分って今は多分また全然違う気持ちでしょうけど当時はやっぱりこう、まあ、面倒くさいというかやっぱ気になってますか。なってました。当時はそんな話できなかったので。え、植木を、はい、気になるって言ったらちょっと言い方おかしいですけど。いやいや、同じレースにいればやっぱ気になるよ。どうするこいつどうやって来るかなって思うよね、これね。くせ者なんだから。まあ特にね、あのグランプリ熊谷さんも目指して走られてたので、あの辺走る方はそれぞれがやっぱり。うん。まあみんな癖あるよ。やっぱりそれがあるからこそ多分そこまでの点数取れると思うんですけどね。そうだね。うん。ああ。1位、6位、2位第11レースまもなくゴールです。さあ三島選手がね展開を拾ってゴール2着6番三島刺したというレースでしたね。2コーナー上手く待ったね。そうですね、普通なら4投で終わりだけど、はあ、あれもほら1号手が、ね、うまく回らなかったからああいうところ空いたけど、これピッチに回ったらまた三島も引き旅になんか乗らなきゃいけないから。そうですよね、うん、2投なかったかもしれないし、はい、一等の走り方にも左右されるときはね、こういう2コーナーってね、やっぱね。そうですよね、一瞬にうまくに向かう直線の走り方とかですね、うん、そうそうそう、よくある2コーナーつけ前に行ったら1着のやつがもう全然弾が外してまってさ。ありますね。そう、つけて待って2等と思ったのにもうすげえ外しててズボズボって刺されて3等4等とかちゃんと回ってくれよってよく思ったもん。もうまあ俺も思われてたんだろうけどありますあります。さあ払い戻しが2連単が950円の4番人気、はい、3連単が1840円6番人気負け着となりました。はい、はい、さあそれではそんな感じで次あの9月熊谷さんあのレース解説の方また頑張ってください。いやかいやあなたが頑張ってください。はい、一緒に頑張りましょうはい、はい、お願いします。それではあの終わり？いやまだです。まだもうちょっとお付き合いくださいあれも8時過ぎてんだお腹空いちゃうあれちょっとあのこれ何時間番組いやもう終わりますよ。もう終わり、もう終わります、もう終わりますけどね。今日ちょっとあのレースの発売締め切りがちょっと伸びたんですね今日、うん、はい、それによってちょっとあのウィークの時間も若干、はい、聞いてない。えさっき LINE してませんでしたかね。なんてちょっとあのリプレイの解説をちょっと一緒にお願いします。はいさあやっぱりあの3コースの山崎選手がこうまくっていくような展開だったんですけど、ね、うん、面白くないよねこういうの。でもやっぱりこのレース待機が今ボートレース多いですよね。まあね、4コースが最内を指して5コースがまくりに行ったので三島選手には良かったんですけど、さっき言われたそのこの直線の走り方って大事ですよね、うん、先頭のだってこんなの三島ないもん本当はここからだと。そうですよね。でこれ1がさ外すからさ、はい、あ
端幕外してますよね。そう、そこを三島はその内側グリって回れたよね。これはもうやっぱもうラッキーだったってことですよね。まあ、ラッキーだね、うん、そう。松田君がピッチリ回ってたらちょっと三島は二頭なかったよね。あ、もう引き波の中を走る、ね、うん、入っちゃうからね、うん、やっぱあの辺はやっぱりこうボートレースのファンの方でも分からないところはあるかもしれませんもんね。うん、三島だから一等にちょっと球外して外してって思ってたんだよ。ああ、バックストレッチでそうやって思ってたかもしれませんね。うん、俺は思うよ。球外してそんなこと思ってたんですか。思ってるよ。え、球外して自分のことしか考えないんだからでもまあ結構一周2マークもやっぱ船、そうですね、一定芯外すことってあんまりないかもしれませんけど、判定芯ぐらい外したらやっぱり影響出ますよね。うん、まあ判定芯は難しい。今みたいにも完全に一定芯は入ったから、そうですね、ちょうど三島が回れるぐらいだから、うん、三島も迷わず回れたよね、うん、あれが判定芯だとちょっと引き波入りそうになるから、うん、もうちょっと落として回ろうとかしたんだろうけど、そうですね、もう思いっきり一定芯入ってたから、うん、あの辺は2マーク開くか開かないかってちょっと分かんないですもんね。分かんない、そこまでは ね、予想できないよね。そうですよね、うん、まあ A1 クラスのレーサーが上位を占めると、うん、結局そうなんでしたね。はい、熊谷さんありがとうございました。はい、お疲れ様でした。おかげで、はい、で最後の締めにこれから入っていきますんで。まだあるんださあ、そして先ほどは質問にも答えていただいたので、ここでちょっともうお知らせの方いきますか。質問、熊谷さんに質問しますか。どうしましょう。え、何、お知らせいいですか。俺は答え、いや、じゃあちょっと好きなのやって。はい、じゃあちょっとお知らせの方を平井さんお願いします。わ、はい、かりました、はい、お知らせです、はいはい、ということでサイン入りの色紙を2枚いただいたんですけれども、はい、こちら2名様にプレゼントさせていただきます、はい、木曜日のボートレースウィークリーネクストで発表されるキーワードをご記入の上ご応募ください、はい、さあ、そしてそのボートレースウィークリーネクスト次回なんですけれども、頑張れルーキーズのコーナーでは石田貴博選手をご紹介してまいります。はい、さあ、そして現在第134期のボートレーサー募集中です。詳しくはボートレースのオフィシャルウェブでご確認ください。さあ、そしてこちらご覧いただきましょう。青森ねぶた祭りを応援するボートレースは、東北エリアにおけるボートレースのイメージアップを目的としたボートレース東北キャンペーンインサマーの一環として、8月2日から7日にかけて行われた青森ねぶた祭りにおいて、日本通運ねぶた実行委員会に協賛し、ボートレースのロゴが入った大型ねぶたの運行のほか、ボートレースのキャラクターくまほんがデザインされた前ねぶたの運行を行いました、はい、かわいらしいこれ熊谷さん、あのくまほんが上に乗っかってるんですよね。ああ、乗っかってるね、はあ、いっぱい乗ってる、かわいいしっかりボートに乗ってますね、はい、ねぶた祭りもこうボートレースは応援しているということです。はい、青森からもお金を踏んだくろうといや、ボートレースを知らない方多いですからねえ、はい、はい、さあ、そして、はい、そうだ、次回のリモートゲスト決まっておりまして、うん、渡辺千草選手です。鎌倉の先輩あ、そうなんですか、はい、あ、これ熊谷さん木は近いですよね。そう、渡辺さんは、千草さんは55期で、俺56期なんで、はい、もう半年お世話になりました。あ、なんか渡辺さんっていう話の時になんかちょっと雰囲気変わりましたけど、やっぱりもうね、この間会ったばっかりだったからさあ、そうなんですか、北海道でね、わ、はい、かりました。それが来週ちょっと渡辺さんにいろいろ聞きたいと思うんで、ああ、そこで全部ネタが楽しみにしておきたいと思いますんで、はい、はい、さあ、それでは、あ、それでこの千草さんにはですね、今度レディースチャンピオンがあったじゃないですか、熊谷さん、うん、36回大会だったんですけど、今回34回出てるんですよね。ということは34歳以上ってことか、もう年齢は。そうですね、さすがそこをついてくるというところはすごいなと思います。私はその
最初から乗ってるっていうのを言いたかったんですけどね、34歳かとはすごいな、逆さんの考え方かなと思いましたけど、ね、50は超えてるってことだな。さあそれはあの来週しっかり聞いていきたいと思います。楽しみですね、はい、よろしくお願いします。頑張ってますよね。はい、そうですよ ね、まあ、その辺の話はぜひ聞きたいと思います。はい、そしてこの後21時からボートキャストニュース配信となりまして、月曜日の担当は小川真希さん、月曜日企画コーナーベストブロックコースとなりますので、こちらもぜひチェックしてください。はい、それではあの最後ですね、僕が、月曜日の夜はって言いますので、平井さんがボートレースっていうので3人でウィークリーで締めたいと思いますんで。やだよ。お願いします。V2 つで。なんで俺がやんなきゃいけないの。なんで自分が言ったらそう嫌な顔して、平井さんが言ったらそれでにやけるんでしょうかね。V2 つでお願いします。はい、わかりました。ありがとうございます。ほらほらやったー。じゃあいきますよ。はい、じゃあまた来週お会いしましょう。月曜日の夜はボートレースウィークリー。ありがとうございました。ありがとうございました。熊谷先輩ありがとうございました。まだか。終わりました。終わった。ありがとうございました。初めて